風鈴スタンドのご紹介です。はい、こちらの四角い物体。これが風鈴スタンドですね。で、風鈴って普通、吊るして使うものが一般的だと思います。で、これって外でよく使われるものなんですけども、まあ、ご近所の迷惑を気にしたり、ね、うるさいって言われちゃったりするんじゃないかなと思って、で、なかなか外に吊るしづらいっていう時に、まあ、家で、室内で使おうということもあると思うんですけども、そうすると、室内で吊るす場所がなかなかないっていう時に便利なのが、このスタンドですね。で、このスタンドの、てっぺんのところ、3つ突起があります。はい、3つありますね。で、まず最初の吊るし方として、両サイドの2つの突起を使います。ここに、風鈴の紐を V の字になるような感じで、吊るしてください。はい、今、舌が止まってますね。はい、オンになりました。で、こうすることで、左右の揺れは抑えて前後の揺れだけになります。で、風の強い時やあまり鳴らしたくない時、この吊るし方で吊るしてください。で、もう一つの吊るし方は、ちょっと風が弱い時や、もっと多めに鳴らしたい時。この時は、V の字になっている紐を、両方の紐ですね。これを持ち上げて真ん中の突起へ引っ掛けてください。で、V の字が T 字のような感じになります。はい。これで前後左右にも風鈴が揺れるようになりますので、はい、V 字に比べて、多くなるようになります。はい、こんな感じで室内で風鈴をぜひお楽しみください。以上です。バイバイ。